こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。メルカリの分割払い法律で質問です。初心者ですが、商品を購入する前に、クレジットカード会社に連絡した方が良いでしょうか？というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画ですね、メルカリの分割払いで、クレジットカード会社を利用したい方がいいかってことなんですよね。ぜひね。回答させていただきます。はい。まずですね、この分割払いなんですけど、3000円からなんですね。3000円から、利用ができるんですけど、クレジットのですね、会社によって、分割のですね、回数が違うんですね。例えばですね、3回のとこもありますし、あと24回かな。24回のとこもあります。はい。で、これはですね、クレジットカード会社ぜひですね、聞いた方がいいですね。まあ、購入する前に聞いてもいいです。はい。で、その次なんですけど、このメルカリのですね、分割払いっていうのはですね、なんとですね、アプリだけなんですよ。で、スマホですね、スマホアプリのみ。まあ、この点をですね、ぜひ気をつけていただければいいかと思います。はい。で、クレジットカードなんですけど、まあ、いろいろありまして、まずビザですね。ビザ。で、その他ですね、セゾンですね。あとマスターですね。マスターカード。はい。で、その他なんですけど、JCB ですね。はい。で、あとは、アメックスかな。はい。こちらがですね、利用ができます。はい。で、クレジットカードを利用して、まあ、商品を購入します。で、購入した後にですね、例えばですね、一括払いの変更なんですね。例えば、先ほど言ったんですけど、この3回が24回ってあるんですけど、この3回が24回を、まあ、商品購入してね、変えることできますね。これは。変えることもできるんですよ。で、その際もぜひね、まあ、クレジットカードにですね、まあ、電話ですね。電話していただければですね、まあ、支払い回数ですね。支払い回数の変更ですね。まあ、こちらがですね、できますので、まあ、ぜひね、まあ、ぜひクレジットカードの分割で商品を買いたい方はですね、まあ、こういった、まあ、ちょっとね、複雑なんですけど、簡単に言ってしまいますとね、スマホでもできます。で、3000からですね、で、3回から24回ですね。で、できまして、まあ、ビザ、セゾン、マスター、JCB、ハメス、まあ、こういった感じでカードでできますし、まあ、商品購入する前に聞いていただいてもいいですし、まあ、商品購入した後にね、分割の支払いの変更も可能ですよとかなんですよね、電話して。まあ、まあ、かなりね、便利な、機能なので、ぜひね、まあ、利用したい方多いみたいな、ですので、まあ、こういったね、点をね、踏まえて利用していただければいいかと思います。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、第2質問とありましたら、ライト登録をによろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。